トレードインをください。どうも龍です。さあ本日はブルーアイズホワイトドラゴンデッキやっていきましょう。1月の12日ストラクチャーおよびオルタナティブの配布が、決まっておりましてね、オルタナティブの配布を想定したデッキとなっております。まあどういうデッキになってるかというと、まあ、基本的には今までのギミックと同じギミックなんですが、これ今回ですね、あの12日のオルタナティブが配布されたら、この調和の放射線のところをこれを目覚めの戦列にしまして、で、オルタナティブを刺せばいいっていうだけのデッキにしてます。簡単です。改良はこれをこうなってるのをこれをこうしてオルタナ刺すだけっていう、めちゃくちゃ簡単ですね。それで十分戦えるデッキになると思います。で、今現時点のね、青岩デッキはこうなってるんですけども、最近ね、これが強いっていう、噂になっていまして、青岩研究会界隈では。イニシエのルール、これ、テルダから通常モンスターをね、一体特殊ができるよっていう効果なんですが、これで、まあ、もちろん青岩を出してね、普通にオルタナになって破壊してとかできるんですけども、これ出せると強いですよね。霊竜。霊竜をイニシエのルールで、出して相手のバック除去するのめっちゃ強くて、なんで僕は霊竜を 2枚にしてます。はい、強いんで。で、動きとしては、まあ、そんな感じでバック除去したりモンスター返して新規ローしていくっていうデッキになりますね。これ召喚権使わないんで、ね、で、今まで通りの、太鼓と、剣士は3積みでいいと思うんですけど、これなんで入ってるかっていうと、今回イニシエのルールっていうね、このカードが入ってるんで、これで、ブルーアイズを加えてイニシエのルールで出してシンクロしていくっていう、召喚権余ってるんでね、チューナーを出場召喚してっていう動きができるんで、まあ、これ1枚入れとくと結構ね、使えること多いんですよ。天罰で、レジェンド捨てて青岩持ってきて、次のターンにイニシエのルールで、青岩出してでシンクロするとかできるんで、結構いけますね。これ意外と便利。あと調和で伝説の白石切って青岩持ってくると初手でシンクロできるんですよ。結構初手これ立つんで、これかなり強いですね。であとはまあ環境にぶっ刺さっているといわれる因果切断と、あと天罰ですね。まあこの辺のトラップカードはまあ環境に合わせて使い道考えていけばいいかなと思うんですけども、サンブレとかでもいいし、セツリとかでもいいんですけど、持ってない人は、まあ、やっぱりモンスター効果何でも手札何でもいいから止めたいっていう気持ちがあって天罰を2枚にしてますっていう感じですね。あとカウンタートラップなんでね、これ。はい、でエネミーコントローラーはこいつ来てる時にこれセットしてこれセットしておくとまあ死なんっていう、あんまり。はい、エレコンで相手の強いモンスターパクって、レジェンドをリリースしとけばまあ死なないっていうことが多いんで、入れていますと。これ結局相手のモンスターパクれるんで、銀龍から出てきた青岩で霊竜で相手のパック除去して、で霊竜リリースして相手パクってワンキルとかあるんで、まあ、強いです、非常に。でこれ新しいお友達、聖国神竜エネアード、これ8モンスターかける2で出せるんですけども、これ選んで破壊っていう効果持ってるんで、これでやっと青岩がサーベルタイガーを倒せます。月光ムーンライトの対象取れない3000超えるモンスター弱かったんですけども、これ対象取ってないんで、選んで破壊なんで、やっとサーベルが超えれます。はい、というわけで早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ストラックさ、何が追加されるんだろうね。もうこれ微妙だな。こずしかないか。あれさ、復活の福音とか来ねえかな。来るわけねえか。トレードインとか欲しいんだよね、青岩デッキ。蘇生がね、捨て蘇生ができるから、それに結構欲しいんですけど、エネコンこれセットするしかないか。青岩出してもいいしな。青岩出しても今意味ないので、セットしてワンキルはなんとかエネコンで頑張るしかないけど、これ、普通にコズミックサイクロンで抜かれて死ぬ未来も見れる。普通にコズミックサイクロンで抜かれて死ぬ未来も見れるよ。さあどうするんでしょうか、ルカちゃん。なんでしょうか、殺意が高い出来だときついですよ、これ。手数で押してくる出来ですか。ボールス。OK。ボールス。ボールス、ボールス、ボールス。装備してからでいいか。装備、はい。アロンダイト、もう全然無理。全然無理。サーチは入れさせない、絶対に。絶対にサーチは入れさせない。さあまずボールスをパクって、ボールスは装備をすると、デッキからなんか3種類ね、あ3枚か、3枚制限カードを見せて、で1枚手札に加えて1枚2枚か墓地に送るっていう効果を持っている。
さあ、ニシエのルール、あーんと引かんないってことはこれ多分因果切断だと思う。まず一回陰性のルールって陰節踏みに行こう。一発陰節踏みに行きましょうね。さあ、で白きれい流の効果を発動。さあ、貴様のセットカード、まあ陰節ですよね。さあ踏みに行きましょう。おっと光った。さあ陰オーケー、いいだろう。陰が切断はいいだろう。まあ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 そんぐらいいいだろう。未来を落とされなかった分だけマシだ。さあ、そしてホワイトオブジエンシェントを召喚し、青き目の剣士の効果発動。太古の白石を墓地の国現れろ。俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーアイツホワイトドラゴン、そしてスッキル発動。ぬわーオルタナティブクリボールとかないよね、まさかないと思う。普通に殴っていいと思う。これでいいと思う。危ねえオッケー。で、タシロホワイトオブチエンシェントの効果を発動。こっちでいいでしょ。ブルーアイツホワイトドラゴン降臨。しゃあ、さあこの圧倒的3002体の盤面、貴様ごときでは突破できんだろう。アルトリウスだけやめてくれ突破できるんだよな、聖騎士聖騎士突破できるんだよな、なんか頑張ると。あぶれー。よーし、これは完全にじゃんけんに勝ったと言っていいな。さあ、お相手の方、不動雄星くん、よろしくお願いします。デュエル3倍。ちょっとエネコン、あーなるほど、お前落ちこってるか。あー、ちょっと太鼓きすぎ。太鼓ちゃん、太鼓ちゃん来すぎじゃない？太鼓ちゃんちょっと来すぎなんだけど、まあ、セットするしかないですかね。セット西ルールはセットしなくていいか。セットセットエンドで太鼓の白石効果。ブルーアイズ出してくる人もいねえな、ほんまに。これレイリンじゃね。レイリン出るでいいや。はい、なんかこれ正眼出してくるからレイル出してくるから結構難しい問題ですよね。相手にうわ正眼あんのかって思わせるっていう作戦もあるし、これああここの獣 OK、 ここの獣は OK、 了解。あのね、サンドラはねレビオニアさえどうにかできればいけるんですけど、レビオニア出されるともう結構やばいっす、かなり。レビオニアはマジで銀竜出しておいてケアするしかないんだけど、銀竜で、あのレビオニアが出されると思うターンに銀竜を出すっていうプリングで、なんかお茶を濁すみたいなね、そういう展開をするしかないんだけど。さあ、とりあえず相手はのハンドはまあそこそこ強いといったところ。雷獣雷電はなかなか強い。さあ、雷電で雷獣を持ってくるスタイル。雷獣なんだ、鳥持ってるのかな、鳥特殊か。なるほど、あーんとあれかな、墓地を送りたいみたいな感じかな、光属性を。ああ持ってるのか、光墓地を送った1枚、墓地に光属性は1枚で、シンクロじゃないから墓地にはまだ光闇揃ってないが、エクシーズ召喚をされるとちょっとめんどくさい。さあ、トレミスかなんかですかね、これ出すとしたら。あ、普通殴ってくるんだ、へえ。それ除外したったら効果はどうしないでしょう。これ除外しちゃうか、これ除外しちゃって雷獣をどっか行かして、でこれさっき効果使ったからこれで効果は不発になった。よし、それを殴る、いいだろう。それは別にいいんじゃない、インパクトあるでしょ。で、あれ戻る。まあ相手がクリボール握ってなかったら勝ちなんですけどね、これね。で、最後の試合時2回効果としよう。さあ、圧倒的スーパー正眼バンバンいくぞ。プリーアイツホワイトドラゴンを特殊召喚。俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーアイツホワイトドラゴンオレン。しゃあ、さあ3体のブルーアイツで、お強いぞ、いいぞ。ぶん殴って、あとぶん殴ってるだけ感あるけどな。一応セットして、で MR 出しも意味ないもんな、 MR 出しも意味ない。これ一回スケール使ってオルタナになって、
で、全部でぶん殴りですね、これ。すべてでぶん殴る。クリボーあるあるね、やるね、ドッジボールだね、でもやるね。これ光闇揃ったじゃん、相手やばいって。レビオニアはちょっと本当にやめてほしい。ライデンリーサンダードラゴン開始すんのいいわ。これライデンリーのチェーンだってくれ、頼む。ライデンリーのチェーンであれ、ライデンリーのチェーンは OK、 いいよ。コマンドなんかある、何もない、え、何もない、あー、あるよね、ありますよね。これやばいですよね。まあでも一回レビオニアスルーするしかないな、これね。レビオニアスルーするしかないですね、もう一回。でも破壊させるの選択させるしかないわ。バック2枚だったらきついけど、まあそれはもう全然いいっす、もう問題ない。もうあとはもうレビオニアを処すだけ頑張って。もうね、レビオニアはね、もうね、魔法タップ使わない。もうレビオニアに直接あの天罰がチェーンできない限りは。あ、でも闇しかないか、光闇。あ、でも鳥いるよね、鳥いるんですよね。それもだからもうしょうがないですよね。レビオくんだけやめてくださいね。フラグめっちゃ建築してんな、フラグめっちゃ建築してるぞ。一級フラグ建築士の実力は、いや、いや、それ、あ、それは雷号、それは雷号のチェーン、これは雷号ね、これは雷号。あー、かソーサラの方、いや、ソーサラーはきついな、ソーサラーもきつい。いや、でももう直接チェーンできるとこないので、ソーサラーは、でもここ止めるしかないか。あ、オルタラ無理、もう全然無理。オルタラとかはマジで無理、オルタはオルタラガチで無理。それ除外されたら回収できないから、せめて包丁食って。え、これでレビオニアされるんですか、これもしかして。サンダーやばい、めっちゃ持ちこやしてる、めっちゃ持ちこやしてる、助けて。うわー、レビオニアやめてくれ、レビオニアはやめてくれ、お願いだ、頼む。これでバックとオルタラ破壊とかいうマジやばいプレイングしないでくれ。あっと、サンダードラゴン、あ、それ光闇でしょ。雷号は耐える、雷号は耐え、でこっかんのレビオニアとかされたらもう本当に泣く、泣かざるを得ない。それは大号泣、今世紀最大の大号泣だよこれ。ちょ、そのままバトル入ってお願いです、お願いします。ゆうせいさん、ゆうせいさんもうやめてください、ゆうせいさん、ちょっと本当にやめてください。でもこれ迷ってるってことはレビオニアないってことだ。あれ、これレビオニアないんじゃねえか、これ耐えか、これ耐えたんじゃないか。バトルベース入って、あ、いや、歓迎起きた、危ない、それはもう全然いい、問題ない。あとはあの獣投げれば勝ちだ、獣を2体投げればいい、もう全然問題ない、1チームにも問題ない。あぶねー、オッケー、耐えた耐えた、分からしてやるぜ、ボケが。何がサンダー、うわ、何がサンダードラゴンじゃバカだらか。さあ、お相手の方、社長対決来た、社長 VS 社長来た。あー、先行欲しい人生だった。魔獣の怪獣、ほう、出た、なかなか珍しいカード使ってんだこれ。またオベリスクか、これ出た、なんかオベリスクくせえな、オベリスクの匂いすんなこれ。3体リリースかこれ、出た出た、さあ来るぞ、地面ドロー、あ、違えわ、誰だお前、誰やお前、重心機をバルバロスウル、マジ誰、誰やねん、モンスター来たな。帝王の闘志、あ、強っ。ちょっと待って、強っ、強それ、3800、あれこれやばいんじゃね、これちょっととりあえず、まあ引くだけ引くわ、引くだけ引いて、でこっち青眼2体出てくる。あ、強えんだけど、反動、反動めっちゃ強いんだけど、セットセット、これさ、3800効果受けないとかいうモンスターって、これ俺どうやって勝てばいいの、これコースでしょ、白き霊竜、白き霊竜、太鼓の白石効果、なんかめっちゃ強い動きがしてるよ、ただめちゃくちゃ強い動きがしてる俺、こっちでいいか、こうすればいいわ。でこれで青眼が
サーチできて、でも待って、なんかさ、これなんかサーベルタイガー味を感じるんだけど、その3800帝王の通してさ、これサーベルタイガー味を感じない？これ呼吸トスより厄介だぞこれ呼吸トスより厄介じゃないか、これ。これガチでやばいこと起きてんだよな。あれさ、効果受けないってこれせこくない？3800で効果受けないモンスター、俺これどう倒せばいいの？これちょっと、ちょ全部わかったわ、もうちょ全部やるわ。どれか効くかもしんねえから全部やるわ。どれか効くかもしんないからな、もしかしたら奇跡が起きてどれかが全ての効果効くかもしんないから、どれかが、ちょっと待って、スキル発動、オルタナティブ発動、オルタナティブ効果、そしてオルタナティブによって相手のモンスターを選択肢破壊しようとするが、あのモンスターは何も効果を受けない。スキルだろ、ふざけんな。でホワイトオブジエンシェントを召喚、そしてレベル8のブルーアイズ、オルタナティブホワイトドラゴンにレベル1、ホワイトオブレジェンドをチューニング、大地を揺るがす灼熱の号砲がどうのこうの、新規の召喚ドラッグオンバーミリオン、そしてドラッグオン伊勢谷友介の効果を発動、チューナーモンスターをゲームから除外し、貴様のカードをおしまい、破壊するぜ、破壊できないぜちょっと待って、やばいことしてるけどね、これこれすごくね、こんだけ分もあるんですよ。でオルタナティブ回収して、でオルタナティブをブルーアイトチラ見せして特殊召喚、そしてオルタナティブホワイトドラゴンの効果を発動、貴様のカード破壊できない、そしてレベル8が2体来るぞ、ユイワ、俺はリアルモンスターでオーバーレネットワークを構築、エクシス召喚、聖国神竜エネアド、エネアドの効果を発動、テグだから、あ違う、エクシスユニットを1つ使い、テグだからモンスターを墓地のグリー、てめえのモンスターを破壊する、もちろんできない、インキャステーション発動、うわダメだ、突破できない、なんだこの最強デッキ、どんだけ強い、俺今そしてどんだけ強い動きした、今何回除去したっていうぐらい除去したぞ、ふざけんなよ、手も足も全かったわ。